どうもベタです。バースからやっていきたいと思います。はい、本日はギガント学園高校、こちらをやっていこうかなと思います。そして今日はね、高校キャラ2人に来ました。デッキの方は立川、後ろ山城、炎上、そして、彼女の小森とケイ君、この6人でいこうかなと思います。炎上くんが人数効果アップ持ってまして、人数がね、人数効果アップがかなり強いという噂で、山城と炎上で人数効果アップ入れています。そしてなんとセンス丸引けてます。さあ、アイテムはパードルと招き猫でやっていきたいと思います。ではやっていきましょう。で、まずは小森を彼女にしていきたいので踏んでいくんですけども、残念ながら来てくれませんですね。はい、どんどんやっていきましょう。まずは小森ね、練習後イベントしっかりと来てください。お願いします。いない、メンタル踏んでいきます。はい、まあセンス丸ね、ちょっと早い、まだ全然慣れてないんで、もうちょっと慣れてからセンス丸が来てほしかったかなとは思います。で、牛尾はやっぱり筋力臨床稼ごうと思えば、やっぱパワーキャラとスピードキャラ入れないといけないということで、ちょうどいいのかなと思います。なので今回は牛尾入れております。で、次は彼女はいない、じゃあメンタル入れてきます。はい、で、こっから第1シーズン始まっていきますね。やっていきましょう。で、山城で、誰行こうかな。とりあえず山城、彼女行こう。練習後イベント OK。 ささっとね、告白は来てもらわないと、デートで自分の能力を上げたいので、できるだけ早く告白は来てください。来ないとやっぱり勝負にならないかな。はい、ケイ君。でもって、これは、牛尾でも行っておこうかな。立川でもいいかな。はい、行きまーす。はい、すいません。ちょっと動画切れてしまいました。まあ、3ターンぐらい切れてしまったんですけども、重戦車が終わってしまいました。で、成功はしてます。で、一応、戦いはやったんですけども、満点は取れませんでした。完全勝利はならなかったんですけども、ほぼほぼ満点。点ぐらい足らなかったぐらいかなっていう感じですので、まあまあまあ出だしはいい感じかなと思いますので、続きからやっていきたいと思います。で、まあとりあえずここからはコツを踏んでいきたいと思います。まだ彼女は来てません。はい、でとりあえず立川で踏もうか。はい、行ってきまーす。で、彼女を回復、ささっとね、小山ちゃん来てほしい、告白が来てほしい、ここのターンにでも来てほしいレベルです。はい、で、ケイ君、おー来た！ナイス！ナイスだね。いいね。じゃあ、ここ、次デート行こう。次デート行って、戦いでの能力を上げてもらいます。やっぱり、毎回ね、完全試合近くやりたいので、しっかりとやっていきましょう。はい。では、デート行きまーす。最悪断られてもいいっていうのがいいですよね。ありがたいです。はい。では、ギガリーグやっていきましょう。はい、フィジカルスピード。じゃあ、立川と牛尾だなぁ。まぁ、ケイ君は最後の方に置いとくとして、まぁ、立川と牛尾、やっておきます。で、能力は振っておきましょう。パワーとスピードを振っておきます。まぁ、こんなもんでしょう。いや、まぁ、パワー上げとこう。はい、これでいきまーす。まぁ、完全勝利多分できます。さすがにこれはできるはず。はい、OK、完全勝利ですね。74、ゲットでーす。さっき満点が76です。75だったんでね。まあまあまあ問題はなくいけました。はい、そしてセクイチ1215と、まあぼちぼちなのかな、これぐらいなのかなと思います。はい、セクニーやっていきましょう。こっからもコツと、まあみんな踏んでいくって感じかな。とりあえずオフェンスでいいや。まあ炎上を使うことはないです。炎上を正直使うことはないのですけども、まあ立川、そして牛尾、ケイ君、この辺を上げとけばいいのかなと思います。まあメンタルなら、立川と、ケイ君だし、で、フィジカルなら、立川と、牛尾。で、スピードならば、牛尾一人に任せて、まあ、ケイ君ぐらい連れてって能力上げていった方がいいのかなと思います。まあ、スピードキャラがもう一体欲しいかなとは思いますけどね。ちょっとうまいこと、入れていきたいな。で、たまにオフェンス来てしまうのがきつい。それの時は、ちょっと完全勝利からだいぶ離れてしまいます。まあ、勝てればいいかなって感じかな。はい。では、これ、フィジカル、いっときまーす。立川。できれば、メンタル来てほしい。精神だだあまりするんですけども、メンタルに来てくれると結構楽になるんでね、お願いいたします。はい。そして、ギガリーグ。やっていきましょう。
ピードフィジカル。じゃあとりあえず牛尾、立川じゃないんだよな。まあとりあえずケイ君のね、ちょっと能力も上げていきたいので、まあ立川は入れずにいきましょう。牛尾とケイ君、これでいきます。はい、ボクシング成功してくんねえかな。完全処理しないかな。あー、さすがに牛尾だけじゃ無理か。残念でしたね。まあまあまあ、まあ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 悪くはないかな。はい、25万3000点か。はい。で、ここで、何買うか。まあ一番上の、これだな。うん、起死回生買っていきます。はい、第2シーズンやっていきましょう。24位。まあどんどんね、上を目指していく。そしてこれは、下でフィジカルだっけ？もらっていきましょうか。はい。でもって、メンタル。お、いいね。これはメンタルでいきます。体力も回復しておきたいので、炎上圭君、いっておきましょう。はい。炎上の猫つはそんな強くねえんだよな。でも、人数5カップでやっぱ強いんですよ。うん。最後の方のタック連発で来てくれると、18人今乗ってますよね。18人のタックが確か 10% とかですよね。それが2倍になってくるんで、100% なら強いんですよね。いや、しっかりと炎上は最後の方に絡んでくれると助かります。はい、行きましょう。炎上がいるだけでだいぶ伸びるからね。はい、で、これはピッチサイドでいいのかな。はい、牛尾くん。牛尾くんはね、徹底抗戦しっかりとくれれば普通に強いキャラなんで、まあ、しっかりと使っていきたい。まあ、この高校自体ね、ほとんど2種連持ちが、まあ、活躍する高校ですので、まあ、牛尾くん、あとは、春坂とか、その辺が、あとミランダか。その辺がいいのかなと思います。自分的にミランダ持ってるけど37？ で、春坂もちょっとレベルが低いので、まあ、いいのかな。まあ、春坂は特技練習頻度がないんでね、ちょっと迷ってる途中です。これ立川でいいかな。コツもらっておこうか。うん。立川。はい。筋力精神。そして第2シーズン開幕。で、スピード精神。あー、スピードそんなに牛尾くん2回、1回か2回しか踏めなかったからな。デート行ったはずだから、それでちょっと頑張ってもらうしかないな、自分にもね。まあ、完全勝利は多分無理です。はい、e スポーツ。やってきまーす。さあ、勝て。あー、勝利だけか。もうちょいだな。完全勝利までもうちょいだな。まあ、自分のね、主人公が能力上がってきたらだいぶマシになるので、まあ、しっかりと能力は上げていきたいですね。はい。あと、ブレイブタックルまで、ピッコ。ブレイブタックルはね、たまに失敗するのはちょっと痛いかな。はい。では、これとりあえず、ケイ君振っておきますね。ケイ君、後ろ君。で、これは回復でもいいけど、デートでもいいけど、できればメンタルタックが来てほしいですね。メンタル、コツ、タック。来なかった。いないんで、これはデートしておきましょう。デートしておきます。4回目。カバーリングのコツがね、何の依存かわかんないんですけども、まあ。何の依存なんだろうな。ディフェンスかな、やっぱり。はい、とりあえず、ケイ君。ケイ君が欲しい。まあ、ダッシュだからいいか。で、これは立川行っときましょう。うん。で、次は何のスポーツやる？オフェンス、あ、終わった。終わった。オフェンスは正直すいません。終わりました。無理です。勝てないです。どう頑張っても勝てないです。勝てる気がしないです。まあ一応能力は上げますけど、勝てる気がしない。はい。まあ山城一応使っとこうか。はい、行きまーす。ちょっと粘って、もうちょっとダメージ食らわせてほしいな、結構な。あー、やっぱそんなもんか。59か。ちょっと少ないな。まあ仕方ない。そういう時もあるさ。はい。では、セク3やっていきましょう。セク2は3700点となっております。で、ここは回復したいけど、まあサッカーが上手くなりたい。あー、残念。流星群なら回復あるんですよね。で、夏祭りやるけど、これ立川行っとこうか。それ以外がちょっと微妙すぎるんで、立川。で、コツもらっておきます。はい。彼女をダッシュ。はい、ダッシュコツで、成功してね。ブレイブタックルゲットです。 OK ですね。お、いいじゃん。あー、筋力欲しいけど、これはもうメンタルだな。うん、2人いるからこれ踏んでおきます。まあ、炎上は正直いらないけど、まあいいです。
一応ね、何かのために踏んでおきます。でもって炎上じゃない、立川牛尾、まあ彼女行くか。カバーマスターください。あーくれない、守備職人だけでした。まあしょうがないね、しょうがない。立川 K、 立川 K、 まあとりあえず K だな。牛尾もいるしね。はい、突破力、突破力ね、コツ最後くれるからな。コツ3ぐらい止めといてくれると助かるな。いつもコツ5になるんですけどね。そしてまたオフェンスが来てしまった。最悪だ。オフェンス来たらちょっともう手出しができない。うん、このデッキ来たら手出しができない。オフェンスキャラ入れる？オフェンスキャラ入れるとしても、滝峰ぐらいしか多分入れれないよ、この状況。ちょっときついんだよな。でも、枠がないんだよ、枠が。逃げるか。うん、とりあえずそれ条件もらっときます。はい、でここで、俺がなるよ。はい、チームプレイで待って、これフィジカルがいいなあ。あ、ケイ君いっとく、ケイ君にしようか。はい、炎上は成功してね、頼むよ。で、ケイ君で、まあなんかコツないかな。何かコツ、潰せそうなもの、潰せそうなものはないですか？こんなもんか。いきます。じゃあメンタルいきまーす。ケイ君何くれる？はい、技術精神。でもって、いや、来ましたね、ケイ君ナイス。まあちょっとしょぼいけどね。まあ、34人なんで、まあこんなもんでしょう。エクスプロージョン。キープ。おー、危ねえ、危ない。危ないのか？ちょっとやめてほしかったな。これ、デートするか。やる気あげてほしい。まあ、ちょっとでもね、戦いに勝てるようにしときたいんでデートしておきます。カラーデートでもしとくべきだと自分は思ってます。時間があればね。で、牛尾と立川、やっていきましょうか。はい、まあこんな感じでいきましょう。で、スキップ。あー、勝てなかった。勝ちきれなかった。完全勝利ならず。完全勝利にしたかったな。で、やる気上げれないかな。やる気なんかで上がったわけ。で、これは牛尾くん、ケイくん、いっとこう。牛尾くんのコツはありがたい。はい、炎上、成功してね。失敗、マジか。マジか。タイエース失敗したな。そして、来てますね、スピード。牛尾くん、このために入れたんで、ちょっとやる気が低いのは残念だな。今回すごい多分でかいタックでした。炎上もいたし、山城もいたんで、下手したら、本当に、800とか、それぐらいいったのかなと思います。で、これは試合終盤。で、徹底構成ね、もらっていきましょう。で、これ、フィジカルなぁ。いけないなぁ。ケイ君行こうか。うん。さあ、次ぐらいからもうタック連発、エクスプロージョン連発だと思うので、ケイ君とね、牛尾君とか、ケイ君と立川とか連れて行きたいな、ここ。まあ、とりあえず、K、どっちから行く？うん、スタミナ振っときます。まあ、テクニックも振っとこうか。ちょっと技術がね、オフェンスに使った分足らない感じはするんで、まあ、K 君最後の方テクニックタック連発してくれればいいかなと思います。はい、行きまーす。完全勝利、ナイスです。コーナー回避、いいね。コーナー回避いらない、いらない、いらない。7815。キーパーのやつじゃん。技術500。でも、ちょっとこれコツ来てほしい。
ってほしかったなー。コツ来ててればね、ずーっと、もう終わりまでいけない。お、おえ？マジか。徹底抗戦まで失敗した。もう金徳3つぐらい逃してるよね。うわ、きつ！これちょっときついなぁ。スピード、あー、しょぼいなぁ、しょぼいなぁ。でも、まあ踏むしかないんだろうな。これはね、コツんとこ踏んでずーっと言っとくしかないんで、まあ踏むしかないです。はい。もっとでかいのね、500とか600とか強くてほしいね。やっぱ人数効果アップ、これが大事なんでね。連城。その辺が来てくれると助かる。で、フィジカルに、お、炎上がいるだけで、ほら、こんだけ伸びるんですよ。うん。やっぱり炎上は強い。炎上は強い。先ほど炎上と山城がね、いて、スピードがめちゃくちゃ良かったのは、多分やる気もながあって、不調だったから下がっちゃったんでしょうね。やる気もながあるときに、不調だと下がっちゃうんですよね、能力が。もらえる経験。うん。はい。で、K 君、さすがに投手はくれるでしょ。交渉はくれる。はい、OK。今、金徳3つ落とし。3つ落としか。きついな。いや、オフェンスか。ちょっとオフェンス連打する。もう3回目はきついな、オフェンス。まあ、上げるのは上げるけど、S が限界かな。100は、まあでも技術ある程度稼げたからな。ワンチャンありちゃありなんだよな。まあ、いくか。はい、この後、ケイ君、しっかりとテクニックで技術稼げるようにしてください。そうじゃないと無理になります。で、全然勝ってない。49。まあ、これで終わりか。まあ、最低限は取れたかな。バリケードも取れるし。まあまあまあ、よしとしましょう。とりあえずバリケード行ってきまーす。で、メンタル。まあまあまあ、回復いるんでね、メンタルは言っておきましょう。で、ケイ君のコツが来てくれてるのはありがたいです。では、行きまーす。はい。でもって、でもって。あ、オフェンス。おーおーおー、技術稼げる。まあ、ドリンクは足りるかどうかですけども、まあまあ、それはなんとかしていきましょう。オフェンス行きまーす。で、テクニック。おー、技術溢れそうだな。まあ、さっきのオフェンス100にして正解だったかもしれませんね。全然いけそうな感じがする。で、リード、ちょっと敏捷とか欲しいから、ちょっとスピード、フィジカル。フィジカルはもういいとしても、スピードに来てほしいな。敏捷はちょっと欲しいですね。今回ちょっと敏捷が足らない。なら途中で、そうだな。変えてもいいかな。コツキャラ。ケイ君と一緒にコツキャラ、牛尾君とか来てくれると助かる。メンタルか。ああ、これ牛尾に乗り換えたいけど、まあ、とりあえず回復も大事です。メンタル行こっか。本当はここで牛尾に乗り換えて、牛尾でコツバンバン読んで、スピードタック読んでいくのが一番いいのかもしれませんが、まあ、とりあえず行きます。はい。では、試合、サクッとピンチャンでやっていきまーす。はい、行きましょう。はい、終わりました。まあ、満点ですね。問題ないです。で、ここで、もう一個金徳取れるんだよね。もう一個金徳ここで取れる。で、なんだっけ？セキュリティセンサー、エアマスター。まあ、とりあえず、セキュリティセンサーでいっか。あれ、でも、うわぁ、マジか。来てなかった。そうか。テイクのコツ意味なかったか。さあ、集まった。で、スピード。テクニック。うおぉ、カンスト！じゃあ、敏捷がある程度稼げるしありがたいですね。カンストタックはありがたい。テクニック。まあ、とりあえず100枚できるな。で、能力振っていきたいんですけど、何振っていこうか。ちょっと技術を使っておきたいんですよね。技術を使っておきたい。まあとりあえず少し溢れるのは仕方ないでしょう。少し溢れるのは仕方ないと思うけど、できるだけそれはなくしたい。
はい、ではこれ、テック踏んでください。いきまーす。で、立川来てくんね、立川。立川。オッケー、じゃあ立川、筋力。お、パワー来た。いいですね。お、来た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 。そういうの、そういうの、そういうの、そういうタック待ってたよ。で、できれば後ろに来てほしかったな。で、次はスピードで来てくれれば経験点ほぼほぼ稼ぎきれるから。千丸だしね。うん。いい感じにはいけるはず。で、マーク外し。まあ、とりあえずこんなもんでいきましょうか。はい、フィジカルいきまーす。筋力、828。ありがとうございます。あ、そうか。もうここでスピードないんだ。終わった。じゃあ、これドリンクはもうほぼほぼないはずなんで、メンタルでもいっておきましょうか。いや。スピードいっとこう。認証し。そ、しかもこいつのコツくれる。ボール出しのコツはありがとうございます。ナイスですね。でもってさすがにこっちはメンタルかなぁ。炎上何くれる？ハイムード。で、サクッとピンちゃんやっていきまーす。いや、経験点は結構出てる感じはするんだよな。うん。いい感じにはしてる。しかも千丸だからね。まあ、強いて言えば金徳が3つ乾燥してないっていう事件が起きてますが。まあ、それは仕方ね。乾燥してないとか失敗してる？うん。事件が起きてます。はい。では続きやっていきまーす。行きましょう。はい、0-0 です。まあ、サイドバックなんで0-0で構いません。多分満点です。はい。で、コツ。おー、そこだな。スピードだな。とりあえず後ろのコツ欲しいですね。はい。で、サクッとピンちゃん。何吹くかな。とりあえずバリケード、セキュリティセンサーを取りたいよな。金徳は取りたい。で、終わったらもう一個の方取れるんで、まあまあまあ、よしとしましょう。途中出場はちょっと取りません。臨床は足らない。もし臨床しかったらメッシガツガツ入れて最後の方タック引きまくるっていうのはありかもしれない。けどもその他の方がちょっとね、おろそかになりそうな感じもするんで、ちょっと迷いどころですね。はい、まあ、こんなもんで、試合いきます。はい、終わりましたね。さあ、経験点いくら出た？セク3で7900点ぐらいだったから、セク4で1万8000点ぐらいはいっててほしいな。そしてセンス丸なんで、さあどれぐらいいけるか。まあ、金徳3つ落としましたが、さあどれぐらいいけるか。ちょっと能力振っていきましょうか。はい。さあ経験点はまずは、はい。おお、19779枚伸びました。1000丸でここまで伸びたのはありがたい。では振っていきます。はい、振ってまいりました。まあ、金徳3つ落としましたが、19千点稼げてます。さあ、どれぐらいいきましたか？ US 欲しい6ぐらい。はい、US 欲しい6。ああ、もうちょいで欲しい7でしたね。うん。金徳成功してれば US 欲しい9ぐらいまで見えそうですね。はい。また今度挑戦していきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。今回の動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。